お疲れちゃんです。ラットです。そしてはい、どうも天狗です。そしてはい、どうもカカゲよいしょ。はい、というわけで今日もねちょい動画やっていくんですけども、71に到達しまして、まあ、そのリプレイ的なのを見ていこうと思うんですけど、はい、お気づきの方は気づいてるかもしれません。名前がラットじゃありません。これ解明したと思いきやしてません。ですね、これ僕の砂漠です。僕のまあ砂漠がいくつかあるんですけど、そのうちの一つの、まあ、アカウントで、読めるかな、マイクアゾースキと読みます。あの、わかる由来は、そのまんま、あのなんかあるやん、モンスターズインクの一つ目の緑の、はいはい、あの、はい、マイクね。そう、はい、マイクって言われる、あ、マイクアゾースキって言うんですけど、まあ、僕はそれがね結構好きだったんで、まあ、それでただこの名前です、まあ、それはどうでもいいんだよね。はい、で、まあ、ナイス到達したんで、んで今そのずっとこっち中でやってたんで、そのラットワーカーってトラ上げしてなくて、なんでねちょいこっちの赤での動画になります。多分少しの間あれなんですけど、まあそれは別にどっちでもいいか、はい、というわけで7日到達しまして、どれだ、このね迫撃ロイホグデッキを、まあ、使ってねあげました。なるほど。結構最近よく見るようになった。そう、最近のまあテンプレ、流行りのテンプレですね、この迫撃ロイグを使ってやったんで、まあ、そのリプレイを、はい、適当にね、まあ、見たいと思うんですけど、まあ、これあれですね、先日、まあ、僕たち負けてしまったんですけど、うん、僕が 1v1 でね、あのデトネーション、うん、あのレイヤー選手と 1v1 で使ったデッキなんですけど、まあまあ負けちゃったんですけどね。まあそれっすね。まあそれっす、自信があるデッキ。そう、まあ自信があったんですけど、マルチやって、まあ何がいいかなって、この辺リプレイ流れてるから、まあ上の方のこのペッカラムとロイジャイと、まあ、メガナイトぐらいかな、見ていきたいなと思います。よいしょー。あれ、ロイジャイに勝ってて出して負けるっていうね、結構辛いやつね。そう、まああのレイヤー選手のね、そうそう、うまかったね。っまあペッカラムから、はい、ペッカラムから、この有名な海外の有名な人ですね、ペッカ使いで有名なガガンさん。ガガンバカにしてる？いや、してない、してない、全くよくない。そうで、このペッカラムグーデッキは、まあ、何が強いっていうのが、まあ、迫撃で攻めれて、しかもまたロイホグで攻めれるっていう攻めが2パターンある、かつアウトローとアーチャーとスケで意外と浮きが豊富の部分で、攻めて受けて攻めて受けを無限に繰り返せるのが、まあ、このデッキのいい部分でありますね。はい。はい、で、今こんな感じで、まあ、ログ飛ばして。そういうこと、どうかと思った。そうです、そういうことです。ちょっと。そうですね。はい。なんで、まあ、ロイグ飛ばして相手が防衛してユニットを、まあ、アウトローとかアーチャータルバーとかで、まあ、受けてを、まあ、繰り返すような形になりますね。で、まあ、ここは、いや、どうぞ。はい、まあ、相手がね血ベッカしてきたんで、で、まあ、この相手の敵はもうペッカラムっていうのは、まあ、ラムも出てるんで分かってるんで、まあ、受けからですね、そのしっかりこっちも固めて受けからいければ、意外と相手のその結構ちゃんとしたねペッカラムベビドラとかも守れちゃうんで、しっかり一回守っていきます。まあ、ここのロケットな打たなくてもよかったかもしれないですけど、基本的にペッカラムだったりメガナイトラムだったり、まあ、ラムライダーのデッキだったり、全てに対してのラムに基本結構ロケット打ちます。てか、まあ、なんだろう、ペッカの後ろとかいるの処理が意外とできないんで、これアウトローとアーチャーってペッカとか壁は溶かせるんですけど後ろを溶かせないんですよね、うん、まあ、相手のゴレとかも一緒なんですけど、なるほど、ゴレダックネとか来た時にゴレは溶かせるんですけど、後ろが溶かせるユニットがないんで、基本的に後衛はロケットでぶっ破します。メガゴでもですか？あ、メガゴぐらいは我慢す我慢エレキでもですか？あ、エレキは意外と打つ時はあります。その、まあ、ペッカプラスのエレキとかがタルババがなかったりしたら、やっぱエレキ結構厄介なんで、そういう時は、まあ、ロケ打ったりしてね、意外とロケットってそのペッカとかも結構溶かしてくれるんで、意外とロケットはもう防衛でガンガン使っていきますね。で、ここは相手ケツペッカに対して、まあ、ロイフグを飛ばして、まあ、ユニット咲かしてね、そしたら相手のペッカの後ろにランバーとかがつかないんで、ペッカにランバー入ってんだ。そう、あれ U のかダックプリンの枠が相手ランバーなんですよね。で、こういうのを、まあ、しっかりアウトローで受けつつまた迫撃をきます。で、このペッカラムにロケット打ちます。なるほど。で、ラムはロケットプラスのタルババで溶けるんで、
よいしょ。大事やな、そういうの。うん、そうですね。大事ですね。で、ま、絶対思ってない。で、まあ、大体こうペッカ来たんで、これはね、相手がちょっと高めペッカなんで、ロフト飛ばしても溶かされちゃうんで、まあ、受けからですね、またアウトロー低めで反撃置いて、で、これはもうベビドラから処理できないんですよ、このデッキなんで、ロケット打ちます。もう打っちゃいます。で、ここのラムはまあ迫撃あるし、まあ、雪玉もね、あるんで、こんな感じで頑張って防衛します。で、防衛して、すぐロイフグ飛ばして、なるほど。タルババはまあなくてもよかったかもしれないですけど。完封できるインテリないんだよね、ロイフグ。うん、そう、絶対僕のダメージはちょこちょこ入るんで、で、こういうのも、もう、ロケットします。もう基本的にこうロケット防衛がその意外とロケット防衛するのに戸惑うんですよね。ロケット肋骨を防衛にバーンっていうのだけど、意外とそれでアド取れたりしてるんで実質ね。なるほどね。攻めが使わないの？攻めは、まあ、最後ロケット628なんですけど、マルチでも1200はこれね、もうこれロケット圏内、スペル圏内なんで、まあ、こうなってきたら相手がなんか後ろから甘えてユニットしたらそれにロケット打ったりしたりはしますけど、まあ攻めでロケットはもう比較的まあ前半はあんましないですね。前半はもうあと最後削り切れるっていう時にだけロケットとか後ろからユニットが来た時に、まあそれまではこんな感じでしっかりロイホグプラスの雪玉とか、うんうんうん、こんな感じでしっかりダメージを通してきます。でまたアウトローとかアーチャーとかでしっかり受けてあげると全部受けれるんで、そうこれですね、このランバーとかに対してロケットは打たんない、あげ打たなかった、いや怖いな、ランバーは怖いな。打ってもよかったですけど、これ一回防衛ですね、焦らず丁寧に。でここもまだ受けですね、相手が後ろからに裂いてるんで、先にベビー見たら、そうベビー見たら出せないですね、相手が構えてるんで。でこの迫撃は微妙に延命してあげる、相手はこの迫撃が結構だるいんでね、だからアーチャーがね最近気づいたんですよ僕は、もうアーチャーが強いアーチャーが強い、なぜならスペルで後取られないんで、でここの相手のエリキもちょっと厄介だったんで、もうロキ打ちました、ちょっとサボりました。いやマジでそのロケットボーイやりだすとハマるぐらい強いですね。でこのラムライダーはまた雪玉でねノックバックもあるんで、まあでも使わずに守れる。で今こうライト打ったんで、この瞬間にもロイフグですね、雪玉を抑えてる、相手攻めで8コス使ってるんで、まあ、これ止めるのは1体ぐらいしかユニット出せないんで、で攻めてあげるともう最後ねロケット628ロケット圏内みたいな感じですね。なんで結構あのなんだろう、逆サイ振るとかでもいいんですけど、逆サイ振ったとってなんかいい感じに強されて結局押し切られちゃうっていうのになるんで、しっかり受けて受けて受けて確実にダメージ与えて繰り返すと、まあ、ペッカに対してね結構いいと思いますね、このペッカラムは。理想は 1-0、 あもう理想は 1-0 もちろんです、これ迫撃なんで、ね、1-0 っす、1-0プラン、1-0プランで、それで次メガナイティングね、メガナイティング、ロイホグの天敵メガナイト出た。いやマジでこのデッキね鬼強いんですよこれ本当に。攻め迫撃さっきの試合全然しなかったけど、今回は、まあ、基本的にやっぱロイホグで攻めれるから迫撃で攻めるのはあんましないんですけど、まあ、相手によってはやっぱそのやっぱ状況によってものすごいエリクサーのアドが取れてる時に迫撃を攻めに使えば相手困るし、逆に相手迫撃の受けがないっていうデッキだったら、まあ、迫撃を攻めに使うのもいいんですけど、基本的にやっぱロイホグで攻めれるんで、こんな感じで受けてもうカウンターするだけですね。でここはまあメガナイト受けられたんですけど、このなんかこの色鮮やかな黄色ピンク緑がメガナイトがそうほぼ溶けるっていうね。でここでもうアゾト取れてるって分かったんですね。だって相手ギリギリでメガナイト出して僕何もしてないのにユニット溶けてたから、ここ攻めますね、相手メガナイト裂いてるんで周りのユニットでしか受けれないんで、迫撃の受けがシンプルにやっぱきついけど、相手のポイズンがうまかったですねこれは。うーん、まあこの迫撃も一発何本ぐらい300ぐらい300はいるですね。でここのそのこれアウトローで受けるかすごい迷ったんですけど、ユンの1点ダメにアウトローなーって思ったんで、僕はちょっとロイフグ飛ばして絶対でこれもう1点ユニット削くじゃないですか普通だったら、
それ埼玉を言うのと、もう一個だけあのアウトローで受けようと思ったんですけど、まあ、トルネっていうね、うん、相手が上手かったで、ここはもう捨てます。ネガナインとダクネ、そう、ネガナインとダクネスケラやばいな、よいしょ。で、ここをまあ微妙に延命していくっていうやつですね。まあこの一発がそう、美味しいですね。このタルババはあれですね、ちょっともったいない、自陣に入ってからやってたら多分タルババだけでこのエレキとベビドラ抑えれてた感はありましたけど。で、ここでまあ1240なんで、正直ロケ2発なんですよ。ロケ2発で終わるんで攻める必要ないんですよね。うんうん、なんでここは1回迫撃、防衛迫撃を置いてから展開します。で、今ユーノにロケ打ったのは、まあ相手に一発で決めれるようなカードがない、スケラとメガナイトだから、まあ、それだし防衛迫撃も置いてたんで今のはロケ打ちました。まあ、防衛迫撃が立ってなかったらロケ打つのはあんま良くないかもしれないですね。防衛迫撃は置いてる分4アドがあるってことなんで陣地にね、そう、防衛で4コスすでに有利取ってるっていう状態なんで、まあ、そういう時はロケ打っていいと思います。ここでこういう時も防衛力ですね。なるほど。相手のベビドラが結構厄介なんで。で、まあこのスケラに対してはアーチャーの言うのも、あ、アーチャーも雪玉もタルババも、うん、スケラに強そう、そんな感じですね。でもロケでヒューンっていう、なるほど、美しい、美しい。アーチャーアークローが強いね。そう、雪がね強い。基本的にアーチャートローで受けて形作られたらこういうロケットでバーンと処理するっていうのが理想ですね。で、最後ロイジャイ2連戦して、これなマジで勝てたんだよな、ちょっとまあ1勝1敗だったな。これロイジャイは相性か、あ、自分的には結構いい、まあまあ、めっちゃいいわけじゃないけど若干いいとは思ってますね。まあ立ち回り次第。なるほど。そう、そのまあロイホグが普通に相手のオーブンで止められちゃうんで、ロイフのダメージは通らないんですよ。うん、でも、迫撃もロイジェイで受けられるから通らないんですよ。理論上ね、うんうん。じゃあどうやって勝つのってなった時に、この相手のオーブンに対して防衛迫撃をすると、僕の迫撃が残って相手のオーブンが壊れるんですよ。そしたら僕のロイフを通せる。こういうことですね。そしたら今これロイフ通せるんですよ。よいしょ。オーブンないんで、相手は絶対ユニットで受けないといけないんですよね。で、これを、まあ、ロイジェイはね、このアウトローとか周りでしっかり止めてあげて、うん、このロイフグで攻めて、その防衛したね、ユニットベビーとか来るのを、またこの小物でね。アーチャーゲ守るの難しくない？これでも、そうですね、ダメージを許容して、しっかりこういう許容が大事ですね。さっきロイジェイ左ダメージ受けてるんで、まあ右もほどほどに。で、ここで、まあ、一回落ち着くか。まあそんな感じで、相手のオーブンをまず迫撃で処理するっていう、これがないと、ロイフグ飛ばしても絶対通んないんですよね。で、攻め迫撃しても絶対通んないんで、うんうん、まあ、相手がロイジェイ使った後の攻め迫撃とかすごいありだと思うんですけどね。なんで、でもこの前のそのレイヤー選手は、その僕がこの迫撃使って、迫撃ロイフ使ってロイジェイだったんですけど、オーブン置いてこなかったんですよ。うまかったね。その立ち回りがその全然違って、僕がロイフグ飛ばすまで絶対周りのカードを回してオーブンを割かないっていう展開をされて、僕はもう打つ手がなかったっていう感じで、まあ、敗れちゃったんですけど、そこがやっぱ違いますね。してやられた感がすごい、うん、まあ、自信があったんですけどね。だからロイにはこう全然勝てるんで、練習でもね、そうなんで自信はあったんですけど、ここはね反撃置いてもロイで受けられるんで、こう周りのね軽いカードで回してあげます。で、このオーブンがちょっと厄介ですね。ちょっと厄介、このオーブン、ここでこれね、相手の結露と若干被った、結露には基本ロケットでいいんですよね。しかも自分削ってるんで、うん、あれロケットでいいんですけど、まあ打つの多分打つ、ちょうどすることなくて逆サイにロイフ飛ばした感じですね。今のオーブンもあいつ裂いてたんで、シンプルにこうユニットはユニットで受けれるけど、まあ左側は許容ですね。やっぱロイジャイガットはライトニング、ライトニングタラババだから、もうアーチャーとアウトローが強い、防衛で大活躍します。で、ここのロイホグは相手オーブン持ってるの知ってたんで、まあ、ステロイホグみたいなもんですね。で、ここのガールのダメージをまあ軽く狙ったみたいな、まあ、ユニットを咲かせるロイホグではありますね。なんで理想は防衛迫撃して相手のオーブン壊してとかかな。スケがあると回転早いね。うん。で、こう相手ロイ咲いてオーブン回ってなんかいいって分かったんで、ロイホグ飛ばしつつ防衛迫撃で、この辺にこのロイジェをね、この
アーチャーとアウトローで処理する。この流れを作れたらすごい有利に立ち回れますね。よいしょ。で、トラババで防衛しつつダメージ狙ってね。でも1200いけばマジでロケ圏内なんで、で1300でもロケ行きロケ圏内とかなんで、でここがアウトローを割いちゃって防衛に行ってなかったんで、ロケで。なるほど。ロケで。困った時は、ロケ。はい、で、今はこれ僕、反撃置いたんですけど、うん、相手ロイジャイ先割いてたんですよ。ああ、回ってない。そう、攻めロイジャイしてきたから、じゃあこっちは攻め反撃ができるんですよね。もしこれに5分使ったら、攻めロイジャイが通るっていうので。大体もう反撃処理するカードなくてライトニングってきたけど、まあその間にねロイフ飛ばしてまたロケ圏内って感じですね。なんでまあ防衛オーブン置かれたら反撃で壊してロイジェイ展開されたら、まあ、逆サイ普通にロイフ飛ばしたり、うん、削ってる側のロイジェイだったらあのロケットでもロイジェイのダメージ半分削ったりすれば、まあ、ロイには結構勝てる。なるほど。と思ってます。はい、そんな感じですかね。 7-1 おめでとうございます。まあ今期はみんなで張り合いましょう。頑張りましょう。はい、最多抜かされた。ボゲもや。よし。まあてな感じで、はい。そんな感じですかね。はい。というわけで地上波初公開。そう、地上波初公開。マイクはトーキー。ラットの砂漠でした。なるほど。はい、というわけでまあリーグ、まあ、残り数戦ですけど。はい。はい、頑張るんで皆さん応援もよろしくお願いします。お願いします。というわけで終わりますか。はい、お疲れ様でした。バイバイ。はい。